ジョシュア,アーロン・アンダーソンは、アメリカ合衆国ケタッキー州サマセット出身の、元プロ野球選手。右と左打。イース体ケンタッキー大を経て、2003年のドラフト4巡目で、ヒューストン・アストロズに入団。2004年には、マイナーリーグの盗塁王を獲得。2007年9月2日、メジャーデビューを果たしたが、同年11月。 オスカービアレアルとのトレードでアトランタ・ブレーブスに移籍。2008年8月、マーク・コッツェイがボストン・レッドソックスに移籍した後にメジャー復帰。ブレーブスでは40試合に出場して打率294という高成績をマークしたほか、持ち前の総力も発揮して4試合に1個のペースで投塁を決めた。投塁成功率は91%という効率だった。 2009年3月、ルディダローとのトレードでデトロイトタイガースに移籍。タイガースで開幕を迎えたこの年は74試合に出場して13盗塁を決めたが打率は240台に止まった。守備ではレフトを48試合、ライトを18試合、センターを1試合守り、レフトでの DRS は4だった。7月30日に 金銭トレードでカンザスシティロイヤルズに移籍。ロイヤルズでは2シーズン連続となる本塁打を記録し、12盗塁を記録したが、打率はタイガース時代よりも低下した。ディフェンス面ではセンターを守る機会が大幅に増え、31試合で無失策と安定した守備を見せた。ありがとうございます。